ホームなはずなりにこのアウェーな空気嫌いじゃないですか。で、ね、今日はピックを買いに来たんですよ。そしたら歌いませんかってことで完全にこう不意打ちだったんですけど、これです。歌います。怖いんですけどこれギブソンとマーチンがぶつけたらこれ買い取れっていう新手な証拠ですかこれ座ってよく正解なの。はい、すいません、喋りすぎるんでいつも怒られるんですけど、最長30分押したことあってもうぶっ殺されるってこと、すいません、歌います。そうですね、じゃあ1曲目、女性目線でちょっと作った曲です。愛の地という、それを英語にしちゃいまして、ブラッド・オブ・ラブという曲です。聴いてください。覚えたばかりの恋心、初めて知った話、すれ違う距離は遠く長い、不気味な私は風に飛んで落ちてゆく、どこまでもあんな心はどこは、あなたの優しさに触れた時から、私の人生感じて骨の中流したただ命が迎えるその時を待ち焦がれてたら、脱げかけた靴のまま見た空、彼方に消えた風星、ほらほら私の恋の紐は島村さんにちょっと、ね、ちょっとお願いしたいかなと、よろしくお願いします。で明日ちょっと CD 持ってくるんで、今日一応3枚ぐらいあるんで、3枚ぐらい、3枚しかないんです。
紹介してきますよ。忘れちゃった。すみません、知らない。何話そうと思ったっけ。よし。ピアノ弾けないんで、あのそれだけでもすごいなと思いながら、聞いてました、ね、あので、2番目の方、すごくハイコードを抑えて、もうハイコードなんてこんな、よくあれ、もう尊敬するんですよね、こんなとこで、僕、あんまりもう、こんなとこ、久方も行ったことなくて、ほこり溜まってきますもん、おかしいな、ほこり溜まってんなって、ローばっかり弾いてたら。3人目のすごくあのメローな感じで僕好きですね、僕がなんかオチ的な感じで、ですかね。え、まだいますか、次の方います、ね、はい、いらっしゃいます。あ、ごめんなさい、もうこれで終わりです。あ、そうですか。じゃあ僕がオチということで、落ちてるかな落ちてないな、これあれですか、店内、これ館内放送というか店内放送流してもらったりするんですか。プログで流しますよ。あ、そうですか、ね、流してください。店内放送、わーいって叫び営業妨害で、あ、すいません、歌います、はい、ではバラード行って終わりたいと思います、その CD に入っている曲がですね、アジサイという曲です。ちょっと梅雨が過ぎましたけども、まあ、梅雨みたいな季節ですね。なんか今の、ありがとうございます。今日はまだ続きます。雨が止んで日が沈みか